富士山？あ、富士山。富士山見えるね。富士山あっちだ。いいじゃん。しかもちょうどいい雲のかかりぐらいで。いいね。綺麗綺麗。すごい。絵画みたいじゃん。いや、これちょっと休日このままこのコースありですよ。あり。しかも今日ほら冬なのに天気いいじゃない？そうね。思わず服も脱ぐよね。ご覧ください皆さん。左後方に富士山があります。おお、いいね。いや。でこのまま美穂の松原向かっていくけれども、すごいね。なんかだんだん体力が回復してきました。なんかあんだけお腹いっぱいになったら眠くなるかなと思ったら、がぜんテンションが上がってきたんで。普段リラックスしたい時とか、ストレス解消したい時ってどういうことでこういうカモメセラピーがあるわけでしょ、ね、いやだってこんな距離近いってなかなかないもんね。違う、近普通にテンション上がるもん。めっちゃすごいわ、ね、それに綺麗だしね。結構普段東京でも海行くことが多いんですけど、うん、いや静岡もいいですね。そもそも水上バスって確かにな。あ、観覧車いいね。観覧車いいじゃん。あれなんだ、エスパルスだ。清水、うん、エスパルスのやつだ。いいね、いいね。観覧車枕乗りたいね。マジ乗っちゃう。絶対今日の天気だとすごいいいよね、景色が、ね、絶景だよ。いわどこまでも続いてく、どこまでも続いてく。なんかカモメと一緒に船乗ってるとアニメのワンシーンみたいで気持ちいいね。カモメなめで、こんなことあるの？二人ともいるよ、カモメなめ。あ、いいっすね。あ、カモメが見えますよ、ちゃんと。あ、いい、いいわ。おう、ありがとう、ありがとう。みんなまたね。いい質問。戻るんだ。戻るの？戻るんだ、すごい。よく訓練されてる。うん、すごい。綺麗な動き。うわ、いいっすか？行ってみよう。次行くぞ。すげえ。行こう。いいね。はいはいはい。横行かないとダメか、横行かないと。二人とも手出して、二人とも手出して。いいよ。びっくりした。ああ。もうないよ、もうない。もうないよ。結構ドスってくるんですね。びっくりした。ありがとうございます。ピクッと来た。ありがとうございます。で、あ、お、見えてる。アンカーと富士山とかすごいじゃん、あの絵面。でっか。いや、なんか絶景だね。なくないですか、これ。海、鳥、アンカー、富士山。もう、欲張りセットですよ。欲張りセット。いいじゃん。いや、収めるよ、収めるよ。いいね。やっぱ海ってなんかいいね。気持ちが晴れやかね。いい気持ちがいいよ。ただの海じゃないし、ね、すげえな。いやでもほんと雲の影とかの陰影がすごい綺麗。水上バスが乗ったことある？水上バスね、東京だとほら浅草とかの方に、うん、ねえ、ね、上かちょっと港未来の方行くか、そうそう、あっちの方の遊覧船があったりするけど、でもやっぱここまでこうなんだろう、絶景を見にね、乗るっていうのはあんまないかもないですね。ほら水上バス乗った時点でも絶景という感じだから、大体ね、それで行くってのいいな。あれは何で、あ、そろそろ到着ですか。なんかテーマパークに来たみたいな感じだけどね。あれなんだろう、周りの雰囲気が、そう、ちょっと異国情緒あふれる感じになってまいりましたけどね。すごっ。何あれは、これテーマパークとかじゃないのかな。撮っとこう、撮っとこう。エスパルスのマスコットキャラクターは見える。いるね。あ、そうか、でもここがね、でも清水っつったらやっぱサッカーもすごいあるじゃないですか。サッカー、サッカー大国ですから。そうだよな、離れた富士もいいね。いいじゃないの。なんかまた普段こう写真とかで見る角度とはちょっと違うんですよ ね、 ここね。やっぱ僕らの見てる位置の角度が違うだけですごいなんかまた違うものが素敵に見えて、ね、いや本当いいな。どこ見てもどこ見ても見栄えがいい。行くぞ。よし、今回ね、カモメの歌しっかり用意したんで。いいね。これでね、やっちゃう、やっちゃう。一人ずつ行こうよ、一人ずつ。はい、ビビらって、さっきビビったでしょ。そう、ビビってないっすよ。さっきビビったでしょ。森なんだ。こうなったんだよ、森。みんなと、いや、これ落とさないようにってわけで。もっといっぱい行こうよ。もっといっぱい行こうよ。めちゃくちゃ見えてる。この状態で来るのかな。もう、ちょ、いっぱい来てる、いっぱい来てる。来た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 。ほら、
これでもう OKOKOK いかん頑張れ。後ろはダメなのかもね、横がいいのかも。移動系サイドからじゃあ手出してくれ。ちょっとサイドからね。いないけど、アイドル本当に来るのか来るのか。みんなご飯だよ。来た、いっぱい来た。めっちゃなんかすげえのいるな、なんか一匹来た今なんかね、あんま来てくれないんだけど来てくれないんだけど移動系ちょっともっとなんかアピールすると、ほらさっきの人拍手してたよ、ちゃんとパンパンパンって。あなるほど、おいでー、来るかな、拍手お願いします。さあ来ますか。気づかれてないんだけど向こうに行ったよ、みんな逃げてる。旋回するね。俺鳥と仲良くなれる人種だと思うんだけどな。イドゲンツとカモメに嫌われてるんじゃないの。おかしいな、後ろは来にくいのかな、やっぱり。かもね。そうかもね。サイドが、でもサイドのイドゲンツ来てないもんね。すげえな、眩しい、ね、めっちゃ眩しい。ここから三保松原行ってるんでしょ。ええ、もうちょっとだと思うんですけどね。ねえ、いいな、天気に恵まれたな、マジで。本当だよね、今日、うん、朝雨降ってたんですけど、 雨がね、嘘のように起きるには全部からって晴れて、最高だよ、本当に。最高の、だから本当さっきも言ってたけど、休日にちょっと静岡来て、海鮮食べて、通常バス乗って、ゆったりとした時間って。山見て、海見て。いいじゃんって、もうこんな景色のんびりやれたら贅沢だよ、本当に。まあ、今ね、やらせてもらってるからもうすごいいいな。ありがとうございます。なんかこうさ、もうこっから右の前方の景色もすごいいいんだよ。あれ？いいね。どう？雲が低めで山にかかってて、すごい雲低めで雲海みたいなのがあって幻想的だよね。なんで雲こんなに低いんだろう。わかんないけどいいな。ここが場所が高いってことなのかな、この位置が。海だけど高いかも。あっちとかもね、山がね、ずらーってあってね。ね、自然見るとやっぱり気持ちがいいよ。ちょうど今あれか、富士山はちょっとここで今一度チャレンジ行ってみる。いねえけど。どっち？だけどチャレンジ、もうあんまいないし、こいつら餌くれねえだろって思われてんじゃん。めっちゃ美味しいしてるよね、めっちゃしてるよね。それ見てあーと思って、おーい、おーい、横だったらいいけど、あ、めっちゃしてるじゃん。来いさ、めっちゃしてるじゃん。出しとこう。いやでもいいな、なんかあれじゃない、香りよく。それは海の生き物になるんだったら何になりたいってなかった、なんか。あったっけ、海の生き物、うん、鳥じゃダメかね。海の生き物だよね。クラゲいいね。クラゲ、クラゲかわいい。何になりたい。ナマコ。ナマコ、ナマコ。静かに生きられそう。あー、みんななんかあれだね、クラゲも大体同じ緩やかな方にいる。あと味好きだし、味が食べ方、ナマコスとかね、美味しいやつだ。何になりたいかな。でもウツボ。ウツボ、なんで。なんかほら肉食じゃん。ウツボ肉食だけど見てるとなんか癒されるよ、ね、そう、可愛いじゃない。ほら、某量販店に入り口にあるの、そうそうそう。それ見ながら相変わらずいっぱいいるんだよね、カモメは。こっちの方がいいんじゃない、もしかしたら。こっち行っちゃってもいいです。やめた方がいいね。こうなんかやっぱコツが、やっぱりなんかでもさっきと比べて数がちょっと少ない ね少ない。でもいいな、あんぐらいの富士がいいね。いいね、距離がちょうどいい距離感。距離がいい。これって仕事でいいの。今仕事中。今仕事中だよ。これを見て、まあ、いいとこだな、静岡。そうだよね。みんなも休みを一緒に共有してる気分になって。そうだよね。なるほど、癒しを届けてるやつだから。これいいのかな、こんなのんびりしてると思っちゃって今。餌あげなかったけど、みんないなくなっちゃった。いなくなっちゃった。ね、カモメがいなくなるシステムなんだよね。今休憩時間かな。ね。みんな戻ってっちゃったんだよ。すごい。いなくなっちゃったね。ほら、あれ、あの子たちとか、ここら辺じゃない？あー、松原。ほら、正面。
いいね。ちょっとこれを一瞬戻そうかな。一瞬戻して。で、いや写真撮れないなと思った。そうだね。いいの。でもやっぱ富士山がちょっと薄いんだよね。そうだね。でもいいのが撮れてる気がする。それでも松原とかはでも皆さん初めてですか、やっぱり初めてだね。なんか僕20代前半の頃に日本の松原来たことがあって、車で近くまで来て観光した覚えあるけど、結構なんか懐かしいですもん今、昔思い出して。あんまり通ることはあれど、新幹線の通り道だから ね、新幹線からよく見えたりね。確かに海側からっていうのは本当に初めてだな。いや、なかなか来る機会ないから本当にいい経験させてもらってるよ。ありがてえ。のんびりだもん本当に、ね、のんびりとした空間を。やっぱちょっとイメージ違うよね、あの松の感じが。あ、そうだね、うん、すごい綺麗だから。もう絶対ここなめの富士山が一番綺麗じゃない、うん、ほら言ってるもん、アナウンスも。なんかちょっとこう、あっちの方の岸では見なかった植物っていうか木が増えてきましたね。で、ね、植えられてるやつなのかな。いいね。旅屋さんのことも撮っとくよ。いや、俺はいいよ。撮る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 、はいはい、なんかいい感じのポジティブね。撮ってあれなんかめっちゃアップなってない、ピントは。あ、これね、多分これね、これを、あ、こっちか、これか、これ多分いけると思う。行くよ。もうあの綺麗な富士山を。はい、チーズ。はい。楽しそう。楽しそう。ここはもう海でいいんですよね。海です。うん、清水港を出て太平洋に面した湖で、あの、ね、海でございますよ本当に。いいな。船酔いとかないね、でもみんな。ないない、全然ない。このぐらいの揺れだったら ね揺れてない、揺れてないのと変わんないよ。いいな、ちゃんと上に飛び、トンビ。あ、本当だ、飛んでる飛んでる ね。これね、めっちゃ向こう飛んでんの。あ、本当だ。せっかく買ったからね、あげたかったけどね。食うかな、飛びて食べるのかな、これカモメの餌かと思ったら。ここ一匹、盛んに近づいてきてる。来た、食べる。あ、違う。はい、というわけで、はい、見本に着きました。着きました。いやー、ここではどんな景色が見れるんでしょう。楽しみ、はい、行きましょう。行きましょう。カモメも祝福してくれてますよ。段差気をつけてね、みんな、ね。いやでも本当楽しかったな。ね、水上バス楽しいわ。こういうのに、ね、俺こんなカモメに近いの初めて見たと思う。なんかいつか自分の孫とかと来たいな。そうだそうか。息子娘じゃなくて孫なんだね。そうそうそう。ありがとうございました。いや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 、来ましたか。うん、あ